cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. ケアはこちら。マッサージガンです。これにアタッチメントをつけて、これでほぐしていきます。はい、こんな感じです。まあ、強さはね、自分で選べれるんで、まあ、当てる部位によってね、はい、自分のいい強さ選んでみてもらったらいいと思うんですけど、まあ、これでなんか筋肉と関節の間かなを僕はかなり押し付けるようにしてます。まあ、このマッサージガン選びでね、大事なのって重さ、強さ、深さ、まあ、それぞれ自分に合ったものを選んでもらうとね、それはいいと思います。僕は家で使うってなったら、まあ、このぐらいのサイズがちょうどいいなということで、大きすぎず小さすぎず、マジでね、毎日次の日がね、体だるいよっていう方はね、こういうのやってもらうといいと思います。ということでね、今使用していたマッサージガンっていうのがね、こちらマイトレックスさんのマッサージガンになります。僕マッサージガンいろんな種類持ってるんですけど、まあ、小さい持ち運び用のサイズからこういうね、大きめのサイズまでいろいろあります。はい、それぞれね、用途によって使い分けてるんですけどね、これはもうどっちかって言ったら、僕はもう家で使うことが多いですかね。近場とかやったら持っていくときもあるんですけど、基本的にまあ旅行とかそういうときは小さめのね、小型のマッサージガン使ってます。ただやっぱね、この大きいマッサージガンとの違いっていうのが、やっぱりね、パワーです。これね、重量もそこそこあるんで、しっかりと押さえつけられる、しっかりと芯に押し込める、しっかり、ケアできるっていうのがあるんでね、まあ、家で使う場合は僕はもう完全にこれを使用してます。そしてね、こちらはマイトレックスさんから新たに販売開始された新しいやつなんですよ。新商品になるんですけど、まあ、これね、ちょっと試させてもらってました。この1ヶ月半ぐらいかな。はい、ずっと使ってたんですけどね。何がいいかって言ったら、僕が一番いいと思ったのがね、重量感。こういうのって結構重たすぎたり、軽すぎたりするんですけど、これほんと程よいです。全然僕はあまり重たいと思わないです。でもちゃんと重量感あるんで、重量感がないと押し付けられないんですよ。こう押し付けるのにパワーいるじゃないですか。だから逆にしんどいんですよ。だからね、それが程よいなっていう風に思いましたね。あとこちらのマッサージガンのすごいところが、まあ速度はね、どのマッサージガンでも変えられるんですけど、これ深さまで変えられるんですよ。このね、深さが8ミリっていうのが、マッサージガンの中ではね、かなり強度のね、強いマッサージガンになるんで、それがね、2ミリから8ミリまでね、自由に変えられるっていうのもね、かなりいいなと思いました。このね、自分の一番気持ちよく、一番ケアできる、その強度に設定できますね。当たり前ですけどね、人の体ってその首とか肩とか腕とか、全部ね、その筋肉のつき方とか違うしね、筋肉のついてない部分とかってやっぱりね、深さ強いと、入りすぎたり、痛すぎたりするんで、そういうとこは弱めにしてやったり、逆にこういう腕とかね、肩とか、はい、筋肉がいっぱいあって、なかなかね、奥まで入りきらないという時は、深さをね、8に一番強くしてやるという風にね、使ったらいいと思います。まあ最近こういう風にね、簡単にケアできるもんが出てきたんで、まあこういうのにね、頼ってやらせてもらってます。しっかりお風呂に入って、しっかりね、疲れ取ってやって、そしてさらに最後にね、マッサージガンでマッサージしてやる。まあそのぐらいですけど、やるとやらないではね、全然違うと思うんで、まあ体のケアとかで悩んでる方はぜひぜひ、試してみてはどうでしょうか。今回ご紹介したこちらのね、マイトレックスさんのマッサージガンは概要欄の方に載せておくんでね、皆さんぜひぜひ気になる方はね、チェックしてみてください。はい、持ってない方はね、1台目としてはかなりいいんではないかなと思います。僕はこれとプラス、もう一個ちっちゃいタイプを2つ
持ち合わせております。という感じでね、久々に今日ちゃんとねマッスルアップやったんですけど、まあ、なんとか20回できたんで、まあこの今のコンディション、そこまでコンディション良くないしね、体も結構疲労してて、肩も、靭帯をねちょっと痛めちゃってて、その状態で、まあ、このぐらいできたんでね、まあ、良かったんではないかなと、まあ、こっからねもうちょっと自分の時間作ってね、トレーニングの方も時間割いていけたらなと思うので、こっからねもうちょっとね絞れて、もうちょっとパフォーマンス上げていこうと思うんでね、皆さんこれから楽しみにしておいてください。ということでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。